ドーパミン D3 受容体の構造ドーパミン受容体は、主に中枢神経系にある、G タンパク質協約受容体の一種であり、神経伝達物質であるドーパミンと結合する。現在知られているドーパミンの受容体は5つある。下記の2群に分け、それぞれ興奮性、抑制性に作用すると論じられることが多いが、実際には、ドーパミンの薬理学的、電気生理学的作用は単純ではない。 興奮性、抑制性作用の議論は、主として、即時型体電子の発現の増加、減少の観察に基づいている。D1 様需要体ファミリーの活性化は、G タンパク質の GαS と協約し、それによって、アデニル酸シュクラーゼが活性化され細胞内のキャンプ濃度が上昇する。プロテインキナーゼ A の活性によって、DARP32 がリン酸化される。 その後の記事はまだ不明の点が多いが、即時型遺伝子の発現が上昇することから、神経細胞は活動電位を生じやすくなると考えられている。ただし実際の作用は単純ではない。また、腎臓など内臓血管の平な目筋にも分布しており、キャンプ濃度の上昇によって筋を弛緩させる。D2 様受容体ファミリーの活性化は、G タンパク質の GαI と、 協約し、GRI がホスホジエステラーゼの活性を高め、ホスホジエステラーゼによって、キャンプが分解される。その後の基準にはまだ不明の点が多いが、即時型遺伝子の発現が低下することから、最終的にニューロンの発火を抑制すると考えられている。ただし実際の作用は単純ではない、統合失調症の陽性症状を改善するのは、 ドーパミン D2 受容体気候作用を持つ、抗精神病薬であるとされている。ありがとうございます。